はい、続きまして幹事社質問に入ります、はい。農業改革についてお伺いいたします。はい、今の政府の規制改革会議が示した、まあ、農業改革、まあ、その場合の農協改革の方針に対して、はい、あと自民党で取りまとめに向けて協議されてますけれども、はい、現時点で出ている内容について伊崎知事の受け止めを伺いますでしょうか。あのちょっと最終的にどうなるか不明なところがあるので、あの難しいところもあるんですけども、まあ、あのその党の、検討されている内容というのは、まあ、例えば中央会の話であれば5年かけてあのきちんと議論しましょうというニュアンスに近いのかなというふうにも感じていますし、ただ全農の方はですね、まあ、株式会社化に前向きにというようなことに、まあ、なっているのかなと思ったりするんですが、まあ、いずれにしてもですね、その地域によってまず一つは事情が違うだろうということと、それから、まあ、とにもかくにもですね、今の農業が抱えている課題というのはやはり生産をして販売をしていくと、これ単純なことですけれども、それの、まあ、我々から見ているとですね、その連携がうまくいってないような感じがありましてですね、そこがあのきちんと連携をされるような、このいいサイクルを書くようなですね、ことによってその農業が発展をしていくということにつながらないといけないと思うんですね。まあ、そのために何が必要なのかという観点から十分検討いただきたいなというふうに思っています。はい、この件につきまして他に質問ある者はお願いします。中国新聞の野崎あの今の農協改革に絡んでなんですけども、はい、あの地域の農協がですね、あの、はい、取材をしてると、まあ、農協だったり農協が営む店がですね、地域の、まあ、インフラになっているようなところが、まあ、中山間地域だとか島ではあると思うんです。はい、まあ、今回の農協改革をめぐっては、まあ、農協本体の方がですね、その地域の農協のこう破綻を招くんじゃないかという懸念を示されてますけども、その点についてのこう地域のお考えというか懸念みたいなものがあるのかどうかというのが、はい、まず1点お聞かせいただきます。はいはいはい、まあ、ちょっと あんまり質問にですねから拡大して答えるのもあんまり良くないと思うんですが、まあ、僕はちょっと双方ね、その主張が要するにこのもうなんていうか問題をこのより分かりやすくするために、極端に言ってるところがあると思って、そのもちろん農協側はね、その地域のいろんな事業になっていますと、インフラを担ってますというご主張があって、それはもうその通りであります。で、この今の改革側ですね、これ国のですよ、改革側はその、地域の自由度をその地方会とかが奪ってますみたいな議論で、まあ、ちょっと両極端的な議論がされているのかなというふうに思うんですけども、いや、さっきちょっと申し上げたように、重要なことはですね、そのまず中心であるその農業をどう立て直していくのかということに、その農協関連の組織が全力をやっぱり傾注できるということが必要だと思いますね。で、それがあって、初めてやはり地域を守っていく事業というのを成り立っていくことなので、そのまずその本丸のところをですねきちんと押さえましょうと。で、それからですね、そういう地域において、まあ、見守りだとかそういうことも含めて行われるところもありますし、まあ、地域によっては JA が唯一のガソリンスタンドですとかですね、まあ、そういうところもありますから、それをどうしていくのかということをですね考えていく必要があると、まあ、ただ問題はきちんと分けてですね、今本丸として議論に上がっているのはその日本の農業をどうしているのかということでありますから、それについてしっかりと考える必要がまずあるというふうに思います。ありがとうございます。あの今の本丸の農業のところなんですけども、はい、広島県の、その農業に
携わっていらっしゃる方の高齢化率って全国トップだと思うんですけども、はいはい、今その農協改革、それからまあ TPP 交渉が着実に進んでると思うんですけども、はい、農業者にとっての不安が非常に大きいと思うんです、はい、今後 その農業というのがどうなるだろうかというところで非常に不安が大きいと思うんですけども、それに対してまあ広島県はその集落への法人化なんかを進めていると思うんですけども、はい、その不安を和らげるためにその広島県としてはどんなことをやるおつもりがあるのかということについて今のお考えをお聞かせください。はい、まあ、この不安の問題とですね、中身の問題と、まあ、2個セットで、まあ、なかなかそのいやいや安心してくださいと口だけで言ってですね、安心していただけるものではありませんが、まあ、そういう意味でやはりこのまさに本丸の、広島県における農業、これは最終的には所得が農業を通じて得られるということが持続可能な農業を実現する上では重要なので、今広島県では1人当たり500万円の所得が得られるような農業にしていく、例えば集落法人化っていうのはあくまでもその手段の一つでありまして、最終的にはですね、そこできちんと売れるものを生産して、そしてそれを販売をしていくとこういうことですね、コストを下げて売り上げを上げるということ、この一連の仕組みをきちんとやはり整えていくということだと思います。でその例えば努力の一つが象徴的に行っているのがレモンであったりとか、あるいはキャベツであったりとか、あるいはその集落法人ベースで、主に進めてますけれども、事業計画を作ってですね、それを順次拡大できるようにみんなで見通しを立てながらそれを実行していくとか、でそのための人材育成をするとかいうことをやっておりますので、そういったことを総合的にやはり進めることによって、まあ、本質的な部分を解消していくということが一番大事だと思います。その他に質問がある者はお願いします。すいません、 NHK です。トモノーラの関係で、はい、先週も出た話で恐縮なんですが、はい、6月25日の2年を前に、はい、福山市長からも、まあ、要望があったようなのですが、はい、1週間経って改めて知事として何か まあ、あれから方針が変わったとか新たに決まったことがあれば教えていただきたいんですが。はい、まあ、方針が変わったということはありませんけれども、まあ、今般ですね、今年計上しております、予算、これはまあすぐにも取り組まなければいけない課題として挙げてます、街中の交通処理と防災対策とまちづくり基金の在り方ですね、これの調査検討のための予算ですが、まあ、これは着手を始めましたので、まあ、それをですね、着実に進めて行きたいと、検討をですね、着実に進めていきたいというふうに思っております。そこをもう少し詳しくお聞かせ願えればと思うんですが、まあ、着手を始めたというのは、まあ、どういうところから今始められていて、まあ、今後の、まあ、方針ですね、こういうふうにやっていきたいというところをもう少し具体的にお聞かせ願えればと思います。はい、それぞれですね、まあ、特に、まあ、交通の場合にはですね、その街中の交通を円滑にするためにどういう方策があるのか、まあ、例えば電池化とかそういう話がありますけれども、を具体的に検討をしますし、その防災であればですね、この高潮対策、まあ、例えば宮島でやっているようなやり方とかいろいろありますので、そういったことが具体的に適用できるのかといったことをですね、この具体的にですね、これは検討を進めていくということになります。
また防災の場合にはですね、これ今浸水もしたりしてるんで、まあ、その原因の調査なんかも行っていきたいと思います。で、まあ、これはですね、文化財なんかもあるんで、そのため その基礎資料なんかを作るというようなことも含まれます。それからまちづくり基金というのはですね、これはまあ、今の町並みをどう残していくかということが課題の一つなので、そこに向けてですね、まあ、基金をどういった使途に使うべきかとか、あるいはその管理運営主体についてもですね、まあ、検討を進めるということにしたいと思ってますので、まあ、党のイメージ向上や、まあ、観光振興というようなことにしても踏まえて、どういった基金がいいのか、どんな募集方法がいいのかというようなことも考えていきたいと思います。いずれにしても福山市、また地元の皆さんと十分に調整を図りながら進めていかなければいけないと思ってますので、まあ、今般福山市にご調整をいただいて、担当から予算の内容について地元にご説明させていただきましたので、それに基づいてですね、というかこれからも引き続き執行を各段階においてですね、調整しながら進めていきたいと思っています。じゃあ次に最後の質問といたします。ファインございますでしょうか。ではこれで続いている会見を終わります。次回は17日火曜日13時半から予定しております。よろしくお願いします。